8割嘘で2割が冗談、ギター芸人ダオです。皆さん初詣行きましたか？僕は行ってないんですけれども、初詣行く人行かない人、まあいるかと思うんですけれども、行った時に、お参りしてね、賽銭箱に賽銭入れて、でお願いとかすると思うんですよ。なんかね、お願い事とかすると思うんですけども、このね、お願い事をするときに、願いが叶うお願いの仕方っていうのがあるの知ってます？例えば、健康でいられますようにとか、ギターもっと上手くなりますようにとか、今年はライブたくさんできますようにっていう風に、なんかこんな風にしてこうお祈りすると思うんですけども、これね、お祈りの仕方変えた方がいいですよ。健康でいられますようにっていう人は、健康でいますって断言するんですよ。ギターがもっと上手くなりますようにって言ってる人は、今年はギターもっと上手くなりますって宣言するんですね。で、今年はライブいっぱいできますようにっていう人は、今年は去年よりもいっぱいライブやりますって言うんです。宣言するってこと大事なんですよ。もうね、神頼みじゃダメね。神頼みもいいんだけど、それプラス自分の意思、自分がやるぞっていう気持ちを高めるっていうのがすごい大事だと思います。で、もっと願いを叶えたいっていう気持ちが強い人は、それ同じことを友達とか家族に言ってください。私はこういう年にします。もう SNS で言っちゃってもいいですよね。こういう年にします。健康でいます。ギター上手くなります。ライブたくさんやります。何でもいいです。とにかく何々なりますようにって言ったってなんないですよ。自分はこうするんだっていう風に宣言すると、きっと神様見てくれてんじゃないですかね。知らんけど。ということで、今日はここまで。バイバイ。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録よろしくお願いします。